皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は6月8日からやってきた週刊 FP レビューの比較やっていきたいなと思います。ちょっと動画撮りすぎて喉がおかしくなってきましたけど、正真正銘最後の週刊 FP 気合い入れてやっていきましょう。でそう、昨日のガチャ動画で触れてなかったんですけど、今週もツアーをやれば週刊無料で1回は引けますので、ぜひこの1回だけは勝負しない方でも運試しでやっていただきたいなって思ってますね。こっからですね、2ヶ月近く新しい週刊 FP はお休みになるので、寂しい気持ちあるんですけど、最後までなかなか面白いメンツとなっております。ぜひ参考にしていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまずこちらが各選手の変更点の一覧になります。こちらを見ていただければ通常選手からの変更すべて分かるようになってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ちなみにですね、皆さんここ結構見てますかね。意外とですね、このページ作るの大変で、今後続けるか若干迷ってるんですよね。ぜひ皆さんの意見もコメント欄からいただけたらすごく嬉しいなって思ってますね。ということで、ここからが個別比較当たりランキングになるんですけど、まずは第11位 B 評価デュペ選手。もうアイコンが完全に丸々モリモリで笑っちゃいましたね。てかさ、今回からなんか習慣の強化度ちょっと変わったんですよね。今までは割とですね、システム的に全体的な強化が入ってたんですけど、見てください、このゴールキーパーセンスかなり突出してますよね。ここからも分かるように、特定ポイントがより強化されるようなシステムに変わってきてますので、ぜひそのあたりも注目しながら今回の比較見ていただきたいなって思ってますね。まあデュペに関してはゴールキーパーセンスは飛び抜けてますけど、他の能力がもう少し惜しかったですね。ただ前回の習慣よりは見違えるレベルで強くなっております。第10位、同じく B 評価、マレク・ハムシク選手。ハムシク懐かしすぎますね。 VR アプリが始まった頃黒玉だったので、結構思い入れのある方も多いんじゃないかなって思ってますね。僕はラベッシ、カバーニ、ハムシク、この3人がいた頃のナポリめちゃくちゃ好きでした。逆圧最高だったりとか、パス数値の高さっていうのはさすがですけど、スピード瞬発がかなり低めなのと、ボディコン、フィジコンも低めなので、ガチスカはちょっと厳しいのかなって思っちゃいますね。ただ現役引退ということで、週刊は完全にラストチャンスになりますので、記念って意味でも当てたい方は意外と多いんじゃないかなって思ってますね。第9位、バルサを破ったセルタデビーゴからベイガ選手でございます。実はこの選手バグ強化で OMF からセンターフォワードになることで、決定力が意味わからないレベルに上がっております。さらにスルーパス、アウトスピンキック、コントロールループの追加などスキル追加もすごくいいので、強化度で言えばこのガチャナンバーワンなんじゃないかなって思ってますね。スキルはリンクフォワードとの相性もすごくいいと思いますし、今週はですねゴリゴリにガチスカ入ってくると思うんですけど、瞬発ボディコン両方低いのがちょっと気になるかな。あとは純粋にリンクフォワードって習慣でもいい選手がめちゃくちゃいるので、そこと比較するとトップレベルではないのかなって印象ではありますね。でこちらがですね過去版との比較、これはポジション変わってバグ強化入ってますので、もう別人扱いですかね。中盤で使うなら以前のバージョン、フォワードで使うなら今回のバージョンって感じなんですけど、スキルの大量追加なんかを考えると、どれか選ぶなら今回が過去最強だと思いますね。第8位、 A 評価、セルヒオ・ラモス選手。ラモスがこの順位は意外かもしれないんですけど、まあこのぐらいが妥当になってくるのかなって思ってますね。でそれこそラモスの通常との比較とか見たら分かるんですけど、トップ強化とはいえディフェンスセンスは通常にも勝ってるんですよね。今までって結構比較動画見てる方だったら分かると思うんですけど、大体のセンターバックってトップ強化があってもディフェンス系って完敗だったじゃないですか。それがですね変わってきてますので、コナミさんちょっとずつこれ強化システム変えてきてるんじゃないかなって思ってますね。これはものすごくいい流れだと思います。すいません、ちょっと話はずれたんですけど、ラモスは守備能力はとにかく完璧ですよね。ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネス全部90超えてくるんですけど、センターバックならスピード瞬発がもうちょっと欲しくて、サイドバックならスタミナがもっと欲しいですし、スキルに関してもブロッカーがありませんので、ちょっと気になる要素が多いのかなって思っちゃいましたね。使うなら交代前提で守備重視のサイドバックとか、そんな感じで使っていただくといいんじゃないかなって思ってますね。こちらが過去版との比較、ハイライトの方が守備数値高くできますので、丸2が過去最強で、丸1からは乗り換えちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。
第7位 A 評価コープマイナース選手。とんでもないゴールを決めたコープマイナースが週間初登場となりました。プレイスタイルがチャンスメーカーに変わってアウトスピンキックが追加されましたね。割とですねバランスの良さが売りの中盤の選手だったんですけど、今回はチャンメになったこともありかなり攻撃的な能力に仕上がってますね。ボルコングラパー非常に高いですし決定力も爆上がりしてるんですけど、スタミナが低かったりとか若干中途半端な能力の上がり方になっちゃったのかなと思ってますね。まあ、でもせっかくこれだけ攻撃的な数値が上がってますので、今週はぜひ OMF の位置で使っていただきたいなって思ってますね。こちらが過去版との比較、バランスを取るか攻撃面を取るかなんですけど、そもそも1、2ともにハイライトでスタミナ強化なんかもしっかりできてますので、そう考えると1、2持ってれば乗り換える必要はないんじゃないかなって思ってますね。ということで次行きましょう。第6位 A 評価アルデルバイレルト選手。いやちょい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 、やっぱ強化のこれ変わったんじゃないですか。トップ強化とはいえディフェンスセンスとボールダッシュがこのぶち抜け方、今までにない高さですよね。もうこの2つに関してはトップクラスの数値ですし、スキルも完璧で波小さいなので、センターバックあんまり揃ってない方とか初心者の方だったら実は即戦力級なんですよね。 TS 役で総合値96、これもかなり高いんじゃないかなって思ってますね。ただまあスピード瞬発は明確な低さがありますので、結構センターバック揃ってる方からしたら優先して使う理由はないのかなって思っちゃいますね。こちらが過去版との比較、前回の週間と比較してもかなり強くなってますし、1と比較してもスキル追加なんかを考えると今回が最強になってくるんじゃないかなって思ってますね。いいね。さあこっから当たり度上がってくるんですけど、第5位 A プラ評価ルイス・アルベルト選手。前回の週間に続き今回もプレーメーカーへの変更となりました。これだけでもう激アツですよね。テクニック系数値は、まあ、通常も高いですけど相変わらず怪物級に高い上にスキルの完成度も極上。今週みたいにライブアップレートいい週はプレーメーカー発動のセンターミッドフィルダーで十分マイル選手になるんじゃないかなって思いますね。ただスピード瞬発が低いので重さがちょっと気になるのと、スタミナも低いので交代は必須で考えてあげてください。あとちょっと残念なのは、前回もプレーメーカーだったんですけど能力はほぼ介護官なんですよね。なので前回持ってたら狙う必要はないと思いますね。1、2はナンバー10って考えると今回に乗り換えちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。第4位 A プラ評価ザニオーロ選手。4位にはしたんですけど、正直こっから先の選手はすでに持ってるって方も多いと思いますので、そう考えると僕はこのザニオーロが一番レベルに欲しいなって思ってますね。今回3つのスキルが変更されて、ピンポイントクロス、ドロップシュート、スルーパス、神レベルのスキル追加が起きました。そしてウイレ時代を思い出すような2列目からの飛び出しに変更、これは強いですね。190センチとかなり大柄にもかかわらずスピード90にあって、足元パスもありつつ得点能力も最低限、サイドハーフよりも OMF やセカンドトップの位置で使ったらすごく強いんじゃないかなって思ってますね。過去版と比較しても圧倒的に最強なので、これはぜひ当たった方今週2列目の位置で使ってあげてください。ここからがトップ3。まずは A プラ評価ベンゼマ選手。ついに2桁回数10回目の登場でございます。正直何回くんねんって思うんですけど、サウジリーグへの移籍が決まって来年は週刊が来ないって考えるとやっぱりちょっと寂しい気持ちになっちゃいますね。でしかも今回のベンゼマ結構強化度エグいんですよね。なぜか大幅強化がめっちゃあって、全体的に強化度高くて、なんと TS100 で総合値100到達でございます。週刊で素の総合値100って意外と少ないので、かなりレアだなって思いましたね。まあ僕もですね結構使うんですけど、意外とですねこのデカさとかスピード瞬発の割にはスピシンも気にならないし、シンプルに決めきる力が高い上にチャンスメイクもできますので、本当に万能なストライカーだなって思ってますね。もし初ゲットの方がいたら相当な大当たりになると思いますので、まだ持ってない方はぜひ狙ってみてください。でこちらがですね過去版との比較になるんですけど、1枚目はどのバージョンからも乗り換え安定で、注目はですねこのピックタイムとの比較、結構いいどころか能力だけで言えば今回のが強いと思うんですよね。ベンチ枠の増加が入って B 固定が弱体化したことを考えると、正直ほぼ互角ぐらいのイメージなんじゃないかなって思ってますね。ただまあコントロール株持ちなんかはでかいので、まあどっちか言ったらビッグタイムにはなってくるのかなって思ってますね。いやでもビッグタイム級って考えたらめちゃくちゃいいですよね。でそれ以外で言うと ④-⑤ 乗り換えの ⑧-⑧9 乗り換え ⑧8 は乗り換えなしって感じですかね。今までの中でも3番目の強さのベンゼマに仕上がってると思います。第2位 A プラ評価ラファエル・レオン選手。
この選手も登場回数多いですけど、まだ持ってなかったら超絶大当たりですね。ミッドフィルダーになったことでパス系数値爆上がり、バグ強化枠でございます。相変わらずスピード瞬発ぶっ壊れに足元あって、こっからスーパーサブ乗りますので、攻撃的な数値は軒並み90弱まで上がってきますよね。さらに今回は2列目変更の OMF に本適正追加もありますので、今までとは違った感じで使えたりとか、さっきも言った通り、そもそも初ゲットの方にとっては S 評価級の大当たりだと思ってますね。ただなんで1位にしなかったかっていうと、ビッグタイムだったりとか前回の習慣にはかなわないんですよね。2枚での比較になるんですけど、まずは前半マリンの習慣も結構強くていい勝負なんですけど、まあこの中だったら今回が最強ですかね。で、注目の2枚目の比較になるんですけど、まあビッグタイムには完敗ですし、マル6の習慣は同じ2列目でスルーパス持った上でこの能力差になりますので、マル6、マル7には完敗ですね。マル5から乗り換えちゃっていいと思うんですけど、このですね、マル6、マル7を持ってるかどうかが行くべきかどうかの大きな鍵になってくると思いますね。さあ、このガチャラスト第1位は A プラ評価キエーザ選手でございます。予想はしてましたけど、今回なんとラインブレーカーに変更されての登場、これは激アツですね。スーパーサブのダブルタッチあって、これだけ能力が優秀なラインブレーカーって実はすごく珍しいんですよね。そもそも習慣でスーパーサブダブルタッチ持ちってエンケティア、ベンエデルぐらいしかいなくて、エンケティアなんかと比較してもこの能力差かなり能力高いですよね。軽く扱えるって意味でも非常に万人受けするタイプのスーパーサブラインブレーカーだと思いますので、まあ今週だったら一番当たりなんじゃないかなって思ってますね。しかも逆足優秀で波小さい、センターフォワードだけじゃなくてウイングやサイドハーフまでユーティリティにこなせますので、マジで取っておいて損はない選手だと思いますね。しかも若干バグ強化チックに決定力がぶち上がってますので、今までのキエザとも差別化できるって考えると、この辺りもかなりでかいんじゃないかなって思ってますね。で、実際に比較をしたのがこちらになります。まあさすがにですね、過去最強は丸一だとは思うんですけど、決定力が魔改造しても届かないくらいには上がってますので、センターフォワードで使うなら間違いなく今回がナンバーワンですね。まあ僕はね、使い分けとかも考えてかなり欲しいですけど、まあでもこう見ると丸一とか持ってたら無理に狙うほどではないのかなって思いましたね。丸二からはまあ乗り換えちゃってもいいですかね。はい、ということで今回の動画は以上で終わっていきたいなと思います。皆さんいかがだったでしょうか。いや今週はね、僕結構いいと思ってるんですよね。まあ昨日のガチャ動画でも言った通り、手持ち次第ではあるんですけど、始めたばっかの方とかだったらめちゃくちゃ熱いと思いますので、ぜひそういった方は検討していただきたいなって思ってますね。今日もありがとうございました。まだまだいろんな動画上げていきますので、これからもチェックしていってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。